アッシュルバニパルは古代メソポタミア地方のシガシシリア帝国の黄金期最後の王である。軍事遠征を積極的に行った。学問への関心も高く、アッシュルバニパルの図書館は有名。地世第17年にバビロン王である2位、シャマシュシュムーキンが反乱を起こし、内戦が勃発。これを制したが、以後、帝国は衰退の一途をたどった。 アッシュルバニッパルは、新アッシリア時代の設計文字表記では、アッカド語では、オスルバーにアプライ、または、オスルバーにハビルと綴られ、アッシュルカミは、後継者を賜れるを意味する。アッシュルバニッパル治世中のアッシリアは、世界最大の帝国であり、その首都ニネベも、おそらく世界最大の都市であった。アッシュルバニッパルの王太子任命の頃から彼の、治世前半にかけての時期は、 アッシリアの歴史上最も豊富な資料が残されており、詳細な歴史が復元されている。彼は、長兄ではなかったが、父親のエサルハドンによって、1672年に王太子に指名され、1668年にアッシリア王位を継承した。アッシュルバニパルの王位継承における大きな特徴として、彼の兄であるシャマシュシムキンが、 アッシュリア帝国の南部において同時にバビロンの王位を継承したことが挙げられる。アッシュルバニッパルは各地に遠征を行ってアッシュリアの支配地を拡大した。最も大規模な遠征は古くからの敵国エラムに対するものと最終的には反乱を起こしたシャマシュシュムーキンに対するものである。アッシュルバニッパルは前6 6 5年と 1647-1646年の一連の遠征によってエラムを撃破し、その国土を破壊した。アッシュルバニパルに劣後する地位に不満を持っていたで、アローシャマシュシュムキンは、1652年に反旗を翻し、アッシュリアの敵国を求合したアッシュルバニパルと戦ったが、破れ去り自害した。アッシュルバニパルの最も有名な業績は、 アッシュルバニパルの図書館と呼ばれる古代オリエントにおいて最もよく知られた図書館の建設である。彼自身、この図書館を自分の最も偉大な業績と考えていた。宗教的文書、手引書、メソポタミアの伝統的な物語など様々なジャンルの3万点もの、年度版文書を集めたこの図書館によってギルガメ首書辞詞のような古代の文学作品が数多く、 今日に伝えられ、近現代のアッシリア学の発展に、多大な影響を与えている。王、神官として描かれた、アッシュルバニパルの同時代の像。現在大英博物館で展示されている。父親であるエサルハドンには、多数の息子がいたと見られ、アッシュルバニパルは、おそらく4番目の息子であった。兄に、王太子神のディナプリ及びシャマシュシュムーキンとシャマシュメトゥ、ウバリトがおり、 姉にシェル・アエテラトがいた。大大使・シンガ・ディン・アップリは、全674年に休止した。自らが非常に困難な大井継承争いの末に、即位したエサルハドンは、同じ問題を発生させないことを絶望しており、すぐに、新しい大井継承計画を策定し始めた。エサルハドンは、この大井継承の計画において3番目の、息子シャマ・シュメトゥーバリトを完全に除外しているが、 これは、おそらく彼が健康に恵まれなかったためであろう。全672年5月、アッシュルー・バニッパルは、エサル・ハドンによって、アッシリアの後継者に指名された。また、シャマシュシュ・ムーキンも、バビロニアの継承者に指名された。両者は共に、アッシリアの首都ニネベに赴き、外国施設、アッシリア貴族、兵士たちの祝賀を受けた。過去数十年にわたり、アッシリア王は同時に、 バビロニア王を兼任しており、息子のうちの一人をアッシリア王に、別の一人をバビロニア王にするというのは新規軸であった。アッシリア王という称号は明らかにエサルハドンにとって第一の称号であった。このアッシリアの王太子に弟であるアッシルバニパルをつけ、兄であるシャマシュシムキンをバビロンの王太子にした理由は、彼らの母親の出自によって説明できるかもしれない。 アッシュルバニパルの母親はおそらくアッシリア出身であったが、シャマシュシュムーキンはバビロン出身の女性の息子であった。母親の出自ゆえに、もしエサルハドンがシャマシュシュムーキンをアッシリアの後継者に指名していれば問題が起こったであろう。アッシュルバニパルはその次に年長の王子であったため、的確性の高い王位候補者であった。エサルハドンはおそらく バビロニア人たちが自分たちの王をいただくことに満足するであろうと考え、シャマシュシムキンをバビロン市とアッシリア帝国の南部の王位継承者として設定した。エサルハドンはこの王位継承の取り決めを全アッシリアの人々や属国に遵守させるため制約を結ばせた。この制約の本文はアッシリアの旧トカルフと現在のトルコ南部にあるテル、タイナと遺跡から発見されている。 継承に関わる制約の内容は、エサルハドンが二人の息子の関係を、どのようなものと意図していたのか幾分不明瞭なものとなっている。アッシュルバニパルの称号には、多くの場合、偉大なという形容詞が付加される一方で、シャマシュシュムーキンには、それがなく、アッシュルバニパルが、帝国の第一の相続人であることは、明確であったが、別の部位ではアッシュルバニパルが、 シャマシュシュムーキンの管轄に干渉しないことも明記されており、これはより平等と言える立場を示している。アッシュルバニッパルは王太子に指名された後、父を注意深く観察し、作法を学び、軍事戦術を学習して、大いにつく準備を始めた。また、アッシュルバニッパルは、情報組織の長も務め、アッシュリア帝国全土の情報員からの情報を取りまとめて、父親に報告した。 そして、将軍ナブーシャル移ると、初期ナブーアヒエディバから教育を受け、文学と歴史への興味を深めた。彼は、初期技術と宗教的学識を習得し、自らの母語であるアッカド語に加え、シュメール語にも習熟した。アッシュルバニッパル自身の後の記録によれば、その知性と勇気のゆえに、エサルハドンはアッシュルバニッパルを気に入っていたという。エサルハドンは、 頻繁に病を患っており、おそらくは抗原病の一種である全身性エレテマトウデスに、罹患していたことから、その治世の最後の数年間は、アッシリア帝国の行政的義務の大半が、アッシュルバニパルとシャマッシュシュムーキンによって担われた。エサルハドンがエジプト遠征に出発すると、アッシュルバニパルは宮廷の一切を取り仕切り、全669年にエサルハドンが死亡すると、 アッシュルバニパルのもとに全権が円滑に移行した。前6 7 1年のアッシリア帝国。アッシュルバニパルの父で全王のエサルハドンがエジプトを征服した時点。前6 6 9年末にエサルハドンが死亡した後、彼が立てた王い継承計画の通りに、アッシュルバニパルがアッシリアの王となった。翌年の春、シャマシュシュムーキンがバビロン王に即位し、 20年前にセンナケリブ王が奪い取っていたベール像をバビロンに戻した。シャマシュシュムーキンは以降16年間バビロンを統治し、地勢の大部分においてアッシュルバニパルと平和的な関係を維持していたが、シャマシュシュムーキンの領地の正確な範囲をめぐって両者は繰り返し意見を違えた。エサルハドンの秘文はシャマシュシュムーキンが バビロニアすべての支配権を与えられるべきことを示唆しているが、同時代資料によって確実に証明されているのは、シャマシュシュムウキンがバビロンとその周辺を保持していたことだけである。ニップルやウルク、ウルのようなバビロニアの都市の総督たちや海の国の支配者たちのすべてが、バビロン王の存在を無視し、アッシュルバニパルを自分たちの君主とみなした。 アッシュルバニパルとシャマシュシュムーキンが正しく、君主として即位した後、アッシュルバニパルはその関心をエジプトへと向けた。エジプトは、前6 7 1年にエサルハドンによって征服されていた。これは、彼の最大の業績の一つであった。エサルハドンは忠実な総督に、新たなエジプト領土を任せ、ファラオ・タハルカの妻と息子を含むエジプト王族の大部分を捉えたが、タハルカ自身は、 南方の駆使へと逃れた。全669年、タハルカは南から再び姿を現し、エジプトを揺り動かして、エサルハドンの支配を覆そうとした。エサルハドンは反乱の報告を受け取り、彼が任命したエジプトの総督たちすらも、功能を停止して反乱に参加したことを知ると、反乱を鎮圧するため、エジプトに侵軍したが、国境に到着する前に死去した。 代わって、反乱を鎮圧するため、アッシュル・バニパルは、1667年頃に、エジプトに侵攻した。アッシュリア軍は遥か南にあるエジプトのことの一つ、テーベにまで到達し、反乱に参加した数多くの都市を攻撃、略奪した。反乱を鎮圧したアッシュル・バニパルは、エジプトに属王として寝かう一世を据えた。彼は、サイスの町の王であった人物であり、 そのムスコプサムテク一世は、エサルハドンの治世に、アッシリアの首都ニネベで教育を受けていた。勝利の後、アッシュルバニパルはエジプトを去った。これによって、エジプトの防衛が弱体化したと見たタヌトアメンは、自らの一族に王冠を取り戻すべく、エジプトへ侵攻した。彼は、エジプトの首都メンフィスで、ネカウ一世と遭遇した。タヌトアメンは撃退されたが、 ネカウ一世もこの時に戦死した。状況は急速にタヌットアメンに有利なものとなり、エジプト人たちは彼の側に立って、プサムテク一世に対する反乱を起こした。このため、プサムテク一世は逃亡に追い込まれ、姿を隠した。これを聞くと、アッシュルー・バニッパルは1666年に再び軍を率いて、エジプトに侵軍し、タヌットアメンを破った。 エジプトにおけるクシュ人たちの拠点であったテーベが略奪されると、タヌトアメンはエジプト遠征を断念してクシュへと逃げ戻った。勝利を得たアッシュルバニパルは、前6 6 5年にプサムテク一世を全エジプトのファラオとし、エジプト全土にアッシュリアの守備隊を配置した。その後、アッシュルバニパルはアナトリアのタバル、北方のウラルト、南東のエラムなど、 他の地域での戦いに注力した。彼のエジプトへの関心が低下したことを受けて、エジプトは流血を伴うことなくアッシリアの支配から緩やかに離脱していった。ニネベで発見されたアッシュルバニパルのレリーフの一つに描かれたエラム人救兵。1665年、エラムの王、ウルタクはアッシリア支配下のバビロニアに突如攻撃を仕掛けたが、失敗してエラムに交代し、 その後まもなく死亡した。ウルタクのエラム王位は、テウマンに引き継がれた。この人物はそれまでの君主家系とつながりを持っておらず、性敵を殺害することで支配を安定させていた。エラム王位をめぐって、主に争っていた相手である、ウルタクの息子たちのうち三人がアッシリアに逃亡した。テウマンが彼らの引き渡しを要求したにもかかわらず、アッシュルバニッパルは彼らを庇護した。 エラムに対する勝利の後、アッシュルバニパルは、領内の一連の反乱に対処しなければならなかった。バビロニアにおける、ガンブル族の主張ベール一記者は、エラム人の信仰を支持していたと疑われており、権限の一部を手放すことを強要され、その後に反乱を起こした。この反乱についてはほとんど何もわかっていないが、アッシュルバニパルが、ウルクの総徳ナブーシャブ氏に、 ベール役者攻撃を命じたことが現存する当時の書簡によって知られている。これはアッシュルバニパルの攻撃命令に対するナブー・ウシャブ氏からの返信であり、ナブー・ウシャブ氏はアッシュルバニパルに対してベール役者が反乱を起こしエラム人を引き込んだと述べている。ナブー・ウーシャブ氏はアッカドの地の全域から兵を動員することを受け合っているが、 ベール遺棄者の反乱が大きな被害を出した形跡はなく、年代記では言及されていない。彼は間もなく殺害され、前6 6 3年にはベール遺棄者の息子、ドゥナヌがアッシュルバニパルに降伏した。シャマシュシュムーキンは前6 5 3年までにはアッシュルバニパルの支配にうんざりしていたように思われる。バビロンで発見された碑文によってアッシュルバニパルが シャマシュシュムーキンの業務を管理し、本質的には、自らの指示に従わせていたことが示されている。シャマシュシュムーキンは、エラムをテウマンに使者を送り、アッシュルバニパルの支配を揺るがすために、エラム軍を利用しようとした。アッシュルバニパルは、シャマシュシュムーキンが関与していることを知らなかったようで、あるが、前6 5 2年に、エラム人を打ち破り、その都市や国家自体を破壊した。 このエラム遠征における最後の戦いは、エラムの首都スーサの近郊で行われ、アッシュリアの決定的な勝利に終わった。この結果の原因の一部は、エラム軍部隊が逃亡したことによる。テウマン王はこの戦いで死亡した。この勝利の余波の中で、アッシュルーバニッパルは、ウルタクの息子のうち二人、ウンマニガシュをマダクトゥとスーサの王に据え、タンマリト一世をヒダルの王とした。 アッシュル・バニッパルは自身の秘文において、この勝利を次のように描写している。恐るべき嵐の襲来のごとく、世はエラムのすべてを滅ぼした。世は彼らの王帝ウマンの首を落とした。この男は傲慢で悪事を企む者だ。世は数え切れないほどの兵士を殺した。生き残った兵士たちはあまりの手で捕らえた。世は数差の平原を、 まるでバルトやアシャグのごとく彼らの死体で満たした。要は彼らの血をウライに流し、その水を羊毛のごとく赤く染めた。以前降伏した、ガンブル族のドゥナルとその兄弟のサムグヌは、このアッシュルバにバルト・テウマンの戦いが始まる以前に、再び反乱を起こしていたと見られ、対エラム戦争が始まると、エラム側に同調した。そのために彼は、家族諸とも捕らえられ殺害された。 懲罰として、ガンブル族の首都、シャピベルは水没させられ、多くの住民が殺戮された。アッシュルバニッパルはドゥナヌに変えて、リムトという貴族を新たなガンブル族の族長とした。彼は、かなりの金額を効能として、アッシュルバニッパルに支払うことに合意していた。アッシュルバニッパルは、ドゥナヌに対する自身の報復を、以下のように描写している。帰りの行軍においては、 ガンブル族の王、ドゥナヌと退治した。彼はエラムを信じる者だった。ガンブル族の拠点、シャピベルをあまりは占領した。世はこの町に入り、その住民を小羊をほふるかのごとく殺戮した。ドゥナヌとサムグヌは、私の試験の講師を妨げた者たちだが、彼らには、鉄の手枷や足枷をはめてやった。ベールき者の残りの息子たち、その家族、 その父親の血を引く者、そこにいた者はすべて、ナブウナアイド、ベールエティル、総督たるナブウシュムエレシュの息子たち、彼らを生み出した父の遺骨、ウルビトテベ、ガンブルの民、牛、羊、ロバ、馬、ラバを、ヨは、ガンブルからアッシリアへと運んだ。彼の本拠地シャピーベルを、ヨは、完全に破壊して荒らし、瓦礫の山で埋め尽くした。アッシリア軍がエラムに遠征している最中、 ペルシア人、キンメリア人、メディア人の同盟軍がアッシリアの首都ニネベに進軍し、支壁にまで到達した。この脅威に対抗するためにアッシュルバニパルは同盟を結んでいたスキタイ人を呼び寄せ敵軍を撃破した。メディア王フラオルテスはこの戦闘で殺害されたと一般的に考えられている。この攻撃の記録は乏しく、そもそもフラオルテスがこの戦いに参加していなかった。 可能性もある。彼の死は、アッシュルバニパル以後のアッシュリア王によるメディア遠征時の出来事かもしれない。ニネベの宮殿のレリーフに描かれたアッシュリアの槍兵7世紀。ペルガモン博物館にて展示。アッシュルバニパルが残した年代記によれば、彼の治世第3年、ルッティーノ王グッグの攻撃を受けた際、アッシュル神がグッグに対してアッシリアに助けを求めるよう、 夢の中で信託を与えた。グッグはそれに従って、アッシュルバニッパルに使者を送り、アッシュル神とイシュタル神の力を得て、ギミライを撃破して、捕らえたギミライの主張を二人を貢ぎ物と共に、アッシリアに送り届けたという。この碑文に登場するルッティは、ヘロドトスなど古代ギリシアの著作家が記録に残している、西アナトリアの国家リュデアに対応すると考えられる。 同じくグックは、リュディアの伝説的な王、ギュゲス。ギミライは、ギュゲス王の時に、リュディアを接見したことが知られるキンメリア人に対応する。キンメリア人は、アッシリアの北、カフカス南部に居住していたインドヨーロッパ語を話す、遊牧民で、アッシュルバニパルの父エサルハドンの時代に、アッシリアを侵略したが撃退され、その後矛先をリュディアへと変えていた。 この年代記の記録によれば、ギュゲスは、キンメリア人を撃退した後にアッシリアとの通行を打ち切り、その代わりに、エジプトの王、プシャミルキとの同盟を計画した。これを聞きつけたアッシュルバニパルは、アッシュル神に乗ってギュゲスを図そし、逆に、キンメリア人の側に立った。この結果としてリュディアは、1652年から1650年頃にかけて、再び、 キンメリア人に制圧されたという。デュゲスの死後、デュディアの王位を継いだ息子は再び、アッシュルバニパルの支援を求めた。この時、彼は死者を通じて、あなたは神々が見たまえる王である。あなたは私の父を呪った。悪事は彼を見舞った。私はあなたを恐れる奴隷であり、私に恵みを垂れたまう。私があなたのくびきを追うようにと述べたと、 アッシュルバニパルの年代記は伝えている。アッシリアにとって、ルディアとの接触は、新しい事態であり、アッシュルバニパルの年代記においてるィは、不祖である賞がその名を聞いたことのない遠隔の地と、描写されている。キンメリア人のルディア侵入についての、この年代記の記録は、おおむねヘロドトスが、著書、歴史で記録している内容と一致しているが、ヘロドトスの記録には、 アッシリアの動向についての言及はなく、キンメリア人のルディア侵入は、スキタイ人によって、彼らが厳重地を追われたためであるとされている。キンメリア人とルディアの戦いにおいて、アッシュルバニパルが実際に、どのように関与したのかは不明である。ヘロドトスによれば、ルディアは、アルデュウスの孫アルガテス王の知性になって、ようやく完全に、キンメリア人を撃退した。 カゴを運ぶシャマシュシュムーキンの積成記念碑。1668年1655年。ボルシッパのナブー神殿で発見。現在大英博物館収蔵。1650年代までには、シャマシュシュムーキンとアッシュルバニパルの間の敵対関係は彼らの家臣たちの目には明白なものとなっていた。シャマシュシュムーキンの宮廷のノベシンであった。 ザキルからアッシュルバニパルへ送られた書簡では、シャマシュシュムーキンの面前で、海の国からの死者がアッシュルバニパルを公然と非難したことを説明し、これは王の言葉ではありません。というフレーズを用いている。シャマシュシュムーキンはこの死者に対して怒ったが、彼とバビロンの総督ウバルはこの死者を罰しないことに、したとザキルは報告している。おそらく、シャマシュシュムーキンの反乱の背後にある、 最も重要な要素は、アッシュルバニパルに対する彼の知恵の不満、アッシリアに対するバビロニア人一般の不遍の恨み、そしてアッシリアに対する戦争を起こす者に対しては、それが誰であれか単するエラムの君主の不断の意欲であった。シャマシュシュムーキンは、1652年にアッシュルバニパルに対して反旗を翻した。この内戦は、その後3年間続くことになる。 シャマシュシュムーキンは反乱に際してアッシュルバニパルに対する何等かの抽象をバビロンの人々に向けて言ったとみられアッシュルバニパルがバビロン市民に向けてシャマシュシュムーキンの言葉を信じることのないように促しまた反乱に加担したことの罪に対して恩情を持って対応すると述べて自分の側に帰参するように呼びかけた書簡が現存しているこの中で彼は この兄弟でない者が、お前たちに話した風の言葉、我に監視語られたすべての言葉を、我は聞いた。だがそれは風である。彼を信じてはならないと始めている。シャマシュシュムーキンに言及するアッシュルバニパルの秘文には、次のようなものがある。不実なるあまりの兄弟シャマシュシュムーキン、世が神秘に取り扱い、バビロンの王に取り立てたるもの、王権に必要な、ありとあらゆるものを、 あまりは彼に与えた。兵士たち、馬、戦車。私がこれらの装備を整え、彼の手に与えたのだ。町や、畑、農園、そこで暮らす、者たち。父が命じたよりも多くのものを、あまりは彼に与えた。しかし近頃、世が見せた、この慈愛を、彼は忘れ去り、悪を企んだ。外面ではその唇で彼はまさしき言葉を、発していたが、内面では、 彼の心は殺人をくわだてていた。アッシリアに中領なるバビロニア人たち、そして我が中世なる進化たちを彼は欺き、嘘を吹き込んだ。アッシュルバニパルの獅子狩りに描かれた戦車の上で弓を構えるアッシュルバニパルシャマシュシュムーキンが反乱を始めた。直後、他の南部メソポタミア地域も、また彼と共にアッシュルバニパルに反乱を起こした。さらに、 アッシュルバニパルの碑文によれば、シャマシュシュムーキンは、アッシュリアに対抗するための同盟相手を見つけることに成功していた。アッシュルバニパルは、シャマシュシュムーキンの同盟者たちを3つのグループに分類している。第一に、何よりもカルデア人、アラム人、その他のバビロニアの人々。第2に、エラム人。第3にグティ人、アムル人、メルハの王たちである。 最後のグループの王たちはおそらくメディア人を指しているが、これははっきりしない。メルハはエジプトのことであるかもしれないが、エジプトはこの反乱でシャマシュシュムーキンを支援してはいない。シャマシュシュムーキンがエラムに送った大使は贈り物を渡しており、エラム王ウンマニガシュはテウマンの息子、ウンダシェを司令官としてシャマシュシュムーキンの反乱に援軍を派遣した。 一見強力に見える、この同盟であったが、シャマシュシュムーキンの状況は、全650年までには厳しいものとなった。アッシュルバニパルの軍勢は、シッパル、ボルシッパ、クタ、そしてバビロン自体をも包囲下に置いた。包囲の中、バビロンは、上と薬病に耐えたが、ついに1648年5月頃に陥落し、アッシュルバニパルによって略奪された。シャマシュシュムキンは、 宮殿で自分と家族に火をかけ自殺した。アッシュル・バニッパルは彼の勝利とシャマシュシュムキンの支持者に対する復讐を、碑文で次のように述べている。アッシュル神、シン神、シャマシュ神、アダド神、ベール、ナブー神、ニネベのイシュタル神、キドムリの女王、アルベラのイシュタル神、ウルタ人、ネルガル神、ヌスク神が我が前を興軍し我が敵を殺戮した。 そしてあまりにあだなす兄弟、我が敵となりし、シャマシュシュムーキンを燃え盛る豪華の中へ放り込み破滅させた。しかし、世にあだなす兄弟シャマシュシュムーキンの計画を、企て役を行ったが、死を恐れ自らの命を尊ぶ、者どもは彼らの主君シャマシュシュムーキンと共に、火の中に身を投じなかった。彼らのうち、死を与える鉄拳。 そして飢餓が訪れる前に逃げた者どもがいたが、我が主、偉大なる神々の投げ網は捕らえ、法の裁きを与えた。一人として逃げをせた者はいなかった。私の手から滑り落ちず、神々が私の手に渡した、罪人、戦車、馬車、腰、彼の愛称を我が前に運んだ。その唇から、癒しさを紡ぎ出し、我が神ヤッシュルに対し俗悪なる言葉を発し、 この神を恐れるあまりに対して悪を行った者ども。世は彼らの舌を切り裂き、法で裁いた。残りの生きている者たちについては、彼らが切り倒したあまりを生み出したる父の父千奈ケり部、その巨像のそばでこれを切り殺し、私を生み出したる父の父である千奈ケり部の家に捧げる犠牲とした。彼らのバラバラにした死体を、世は犬、豚、狼、 わし、そして、天空の鳥と深淵の魚に与えた。シャマシュシュムーキンが破れた後、アッシュルバニパルは、バビロンの新たな王として、カンダラヌを任命した。カンダラヌはおそらく、アッシュルバニパルの弟の一人であろう。シャマシュシュムーキンの領地がカンダラヌの領地とされ、同時にアッシュルバニパルは、ニップル氏を拡張し、アッシリアの強力な要塞とした。 カンダラヌの権限は極めて限られたものであった。可能性が高く、バビロンにおける彼の知性の現存資料は、ほとんどない。もし、カンダラヌが、アッシュルバニパルの兄弟ではないとすれば、おそらく彼は、シャマシュシュムーキンの反乱においてアッシュルバニパルと結んだ、バビロニアの貴族であり、法償として、玉座を与えられたのであろう。カンダラヌは、おそらく本当の意味での政治的、 軍事的な実力を書いており、それはアッシリアの手に格好として握られていた。アッシュルバニパルのエラムに対する遠征は数冊の破壊を描いたこのレリーフで誇らしげに記録されている。このレリーフでは街から火の手が上がり、アッシリアの兵士たちがツルハシとバールで街を破壊し、戦利品を運び去っている。現在、このレリーフは ルーブル美術館で展示されている。ウンマニガシュ統治下のエラムは、シャマシュシュムーキーの側に立って、反乱に参加し、アッシュルバニッパルによって、アッシュリア帝国に組み込まれていた、エラムの一部地方に対する支配権を部分的に回復していた。しかし、ウンマニガシュの軍勢は、デール市の近郊で撃破され、その結果として彼は、タンマリトゥニセイによって、エラムから追放された。 これによって、タンマリトゥニセイが、エラムの王となった。ウンマニガシュは、アッシリアの宮廷に逃げ込み、アッシュルバニパルの庇護を受けた。タンマリトゥニセイの統治は短期間であり、カルデア人の将軍ナブーベールシュマティと協力して、幾度かの戦闘で勝利を収めたにもかかわらず、1649年の別の反乱で追放された。新たなエラム王インダビビの治世も、非常に短く、アッシュルバニパルが、 自らの敵国に対して、エラムが支援を行っていることを理由に、エラムに侵攻するという脅しを行った後に、殺害された。インダビビに代わって、フンバンハルタシュ3世が、エラム王となった。ナブーベールシュマティは、エラムうちの前線基地からアッシュルバニパルに対する、戦いを続けた。フンバンハルタシュ3世は、ナブーベールシュマティへの支援を放棄しようとしていたが、ナブーベールシュマティは、 無視するのが不可能なほど、エラムうちに非常に多くの支持者を持っていた。このような情勢の中で、アッシュルバニパルは、前6 4 7年に再びエラムに侵攻した。フンバンハルタシュ3世は短期間の抵抗を試みて、失敗した後、マダクトゥの玉座を放棄して、山岳地帯へ逃げ去った。フンバンハルタシュ3世は、タンマリトゥ2世によって多いから退けられ、 タンマリト2世が福井した。アッシリア軍が風タン地方を略奪した後に帰国すると、フンバンハルタシュ3世もエラムに戻りさらに王いを奪還した。エラム遠征で描かれた戦車に乗るアッシリアの兵士たち。六6 5 0年頃、ペルガモン博物館で展示されている。アッシュルバニッパルが百6 4 6年にエラムに戻ったため、フンバンハルタシュ3世は再び、 マダクトを放棄し、マズル・ウンタシュに逃げ、さらに、エラム東方の山岳地帯へ逃げ込んだ。アッシュルバニパルの軍は、その途上にある都市を略奪し破壊しながらフンバン、ハルタシュ三世を追撃した。エラムにあるすべての政治的中心地が破壊され、それまでは、エラム王に奉納していた周辺の首長たちや、小王国がアッシュルバニパルに奉納するようになった。こうした、 小王国の中にはおそらく一世紀後に墓山二種、朝によって作り上げられる帝国の前身であるパルスアがあった。パルスアのオークルはもともとアッシュルバニパルの遠征が始まった時点ではエラム側に立っていた。そのため息子のアルクを人質として差し出すことを余儀なくされた。ハデメリと呼ばれる王によって統治されていたエラムの向こうに広がる王国のように それまでアッシリアと接触を持ったことのなかった国々も、初めてアッシリアに奉納するようになった。遠征から抜きと、アッシリア軍は、数差で残酷な略奪を行った。アッシュルバ・ニパルの戦勝記念碑文では、この略奪が、細部に至るまで詳細に描写されており、アッシリアによる応募への冒徳、神殿に対する略奪と破壊、エラムの神々の像の奪取。 そしてその地に塩をまいたことが司祭に述べられている。これらの碑文の詳細さと長大さは、この出来事に文化的実態としてのエラムの妥当と根絶を宣言し、世界に衝撃を与える意図があったことを示している。この略奪についてのアッシュルバニパルの碑文の一部は、以下の通りである。彼らの神々の住みかであり、彼らの神秘の玉座である、偉大にして神聖なるとし数さを、 あまりは征服した。世は宮殿に入り、銀、金、財宝と富とが蓄えられた宝物庫の扉を開いた。世はスーサのジックラトを破壊した。世は輝く銅の角を破壊した。世はエラムの神殿を取り壊し、無に返した。世は彼らの神々と女神たちを風の中へ放り込んだ。彼らの古の王たちと近年の王たちの墓をあまりは破壊し、 太陽の元にさらし、彼らの遺骨を、アッシュルの地へと運んだ。世は、エラムの諸州を破壊し、世はそれらの地に塩を撒いた。ンプなきまでの残忍な遠征にもかかわらず、エラムはその後しばらくの間、政治的実態を維持した。フンバンハルタシュ三世が帰還して、マダクトゥで統治を再開し、アッシュルバニッパルに向けて、ナブーベール・シュマティを差し向けた。しかし、ナブーベール・シュマティは、 ニネベに向かう途中で自殺した。その後、フンバンハルタ主産政も反乱で退位させられ、捕らえられて、アッシリアに送られた。この直後から、アッシリアの資料は、エラムについて語らなくなる。アッシュルバニッパルは、エラムの諸都市に、新たな総督を任命することなく、遠征の後に、エラムをアッシリアの属州として、組み込もうともしなかった。そうする代わりに彼は、 エラムを破壊したまま無防備な状態のまま放置した。エラムは荒廃した、無人居となったが、アッシュルバニパルの遠征の数十年後、ペルシア人たちがこの地域に移り住み、荒れ果てた都市を再建した。アラブ人を追うアッシリアの騎兵を描いた芸術作品。1904年のロシアの書籍より、アラビア半島の諸部族に対するアッシュルバニパルの遠征について、現代の学者たちは、 比較的小さな関心しか払っていないが、彼が残した年代記の最後の番において最も長い記録がある、軍事遠征である。ただし、アッシュルバ・ニパルの年代記の記録は時系列が不確かであり、構成も複雑で史実の読み取りには多くの困難がある。変年に関する問題は、歴史学者イスラエル FAL の研究によって大部分解決されたものの、 同じエピソードが複数回登場したり、文法上の誤りがあるなどの問題のほか、登場人物が物語の個々のエピソードで異なる立場を与えられているという問題もある。また、年代記の各版の作成時に記載されたアラビア遠征の物語は、その都度いくらかの改変が行われている。アラブ人に対する遠征についてのアッシュルバニパルの最初の記録は、 1649年に作成され、ケダル人の王であるハザイルの小屋歌がアミュラデンという他のアラブの王と共にアッシュルバニッパルに反乱を起こし、アッシリア帝国の西方領土を略奪したことについて記述している。アッシュルバニッパルの記録によれば、彼の軍はモアブの王カマス・ハルタの軍と共に反乱軍を打ち破った。アミウラデンは捕らえられ鎖につながれてアッシリアに送られ、 ヤウタは逃亡した。ヤウタに代わって、アビアテというアッシリアに、忠実なアラブ人の将軍が、ケダル人の王とされた。上に示したこの遠征についての最も古い記録は、世の N 番目の遠征というフレーズが欠如し、敵対した人物を破ったとも述べず、敵の王が捕らえられて処刑されることもなく生き延びて、逃亡しているという点において、他の大部分のアッシュルバニパルの軍事記録と、 異なっている。この遠征についての第二の物語は、百6 4 8年に作成されたもので、アッシュル・バニッパルがアラブ人の女王、アディアを破ったこと、ヤウタがナバ前オテのナトゥヌという別の主張の下へ逃げたこと、ナトゥヌがヤウタの受け入れを拒否し、アッシュル・バニッパルに忠実であり続けたことが記録されている。このバージョンとさらにその後に作られたバージョンの物語には、 ヤウタが何年も前にエサルハドンに対して反乱を起こしたことについて言及されている。これらの後から作られた記録は、またヤウタの反乱をシャマシュシュムーキンの反乱と明確に結びつけ、それを同時に発生したものとし、ヤウタの反乱はシャマシュシュムーキンによるアッシリア内戦が引き起こした混乱に乗じたものであることを示唆している。 短期間で終わったこの最初の遠征の後、アッシュル・バニッパルはアラブ人に対する二度目の遠征を実施した。アッシュル・バニッパルのこの戦いについての記録は大部分がシリアにおける、ウィアテと、そのアラブ人兵士たちの捜索に関する彼の軍の動きに関するものである。この記録によれば、アッシリア軍はシリアをダマスカスに向けて抗軍し、その後ハルヒィリティに進み、 その後、アビアテを捕らえ、さらに牛よとアッコを破った。アビアテが反乱を起こした動機については、何の言及もない。さらに、前の遠征で、アッシュルバニパルを支援していたナバイオーテは、この二度目の遠征では撃破した相手として、言及されている。この関係の変化について明らかにするような追加の、情報は存在しない。アラビア遠征の物語の最後のバージョンでは、この二度の遠征は、 アッシュルバニパルの9度目の遠征を構成するものとされており、その内容がさらに広げられている。このバージョンでは、ヤウタではなく、アビアテが、ケダル人の王とされ、シャマシュシュムーキンの反乱に加わった、アラブ人の将軍は、ヤウタではなく、アミラデンとなっている。そして、アッシュルバニパルが戦利品をアッシュリアに持ち帰ったことで、アッシュルバニパルの帝国におけるインフレと、 アラビアにおける飢餓が引き起こされたとされている。また、アッシュリア軍だけではなく、アッシュルバニパル自身も、個人的に戦闘で勝利を収めたことが、明らかにされている。この後から作られたバージョンの物語では、上アテが捉らえられ、エラムでの戦争で捉らえられた捕虜と共に、ニネベのパレードで引き回されたと述べられている。 ウジェーヌ・ドラクロは作、サルダナパロスの詩。侵略者が彼の都市を略奪し、彼のハレムで虐殺を行うのを無感動に見ている。様を古代ギリシアの作家の作品に基づいて描いた作品。史実とは異なる、ロマン主義の作品である。アッシュル・バニパルは、サルダナパロスという名で知られていた。アッシュル・バニパルの知性の終わりと、その後継者、アッシュル・エキル・イラニの知性の始まりは、 資料の欠乏によって謎に包まれている。アッシュル・バニパルが保存していた年代記は彼の知性の主たる資料であるが、おそらくは彼の病のために全636年で終わっている。アッシュル・エティル・イラニの碑文ではアッシュル・バニパルが自然死したことが示されているが、その死が正確にいつのことであったかを明らかなものとはしていない。 考古学的な発掘と発見が行われる前の1800年代、アッシュルバニパルは古代ギリシアの著作から、サルダナパロスという名前で知られており、アッシリア最後の王とご認識されていた。彼の死について、人気のあった物語として、1612年のニネベの陥落の時、サルダナパロスが、宮殿諸とも自分自身と生き残っていた蕎麦および、下僕を焼いたというものがある。 新アッシリア時代、アッシュルバニパルが死亡した頃の帝国の半島。新緑は、アッシリアのパヒツ、パフツ、黄緑色は、マツ、クリーム色は、バビロニアの従属王国、黄緑色の天は、その他の従属王国、黒い天は、バビロンの王国のパヒツ、パフツ、茶色の文字はかつて存在した属州。アッシュルバニパルの最後の年を、百二十七年とする見解が、 繰り返されているが、これは一世紀近く後のシンバビロニアの王ナボニドスの母親がハラーン氏に作らせた碑文に基づいている。アッシュルバニパルが生きて王として統治していたことを示す最後の同時代資料は、1631年に作られたニップル氏の契約書である。アッシュルバニパルの後継者たちの統治機関と整合させるため、 アッシュル・バニッパルはこの全6 3 1年に死亡したか退位したかあるいは追放されたということが一般的に合意されている。通常は全6 3 1年が彼の死亡年とされている。もしアッシュル・バニッパルの治世が全6 2 7年に終わったとすればバビロンから発掘された彼の後継者であるアッシュル・エティル・イラニと シンシャルイシクンの碑文の内容と辻妻が合わなくなる。バビロンは、1626年に、ナボポラッサルによって占領され、その後再び、アッシリアの手に戻ることはなかった。この二人の王のバビロン統治機関から逆算すれば、アッシュルバニパルのバビロン統治の周期は、1631年となるはずであるが、1627年まで統治したという説を、 正当化する一つの可能性は、アッシュル・バニ・パルト息子のアッシュル・エティル・イラニが共同統治を行っていたと仮定することである。しかし、それ以前のアッシュリアの歴史において共同統治の実例は全く存在せず、またこの説はアッシュル・エティル・イラニが自身の秘文で父の治世が終わった後に大いについたと述べていることと明白に矛盾する。在42年という、 誤った説が生じた原因として、後世のメソポタミアの歴史編纂において、アッシュル・バニパルがバビロンを、シャマシュシュムーキンやカンダラヌと共同統治したという、情報が作用した可能性はある。この二人のバビロン統治期間を合計すると42年間に及ぶからである。ただし、カンダラヌが死亡したのは、紀元前627年だが、アッシュル・バニパルは、その3年前に死亡している。 アッシュルバニパルの知性が1627年まで続いたとする、かつて支持を集めた別の説は、アッシュルバニパルとカンダラヌが同一人物であり、カンダラヌは単にアッシュルバニパルがバビロンで使用した即位名であるというものである。この見解を擁護するものには、例えばポーランドの歴史学者、シュテファン・ザワドスキの著書、ザ・フォール・オブ・アッシリアがある。これは、 複数の理由からありえそうもないと考えられている。それまでのアッシリア王の中に、バビロンにおいて別名を使用していた王は知られていない。バビロニアから発見された碑文でもまた、アッシュルバニパルとカンダラヌの知性期間の長さは異なっており、アッシュルバニパルの知性は彼が年間を通して王であった。最初の年を起点とし、カンダラヌの知性は、やはり彼が年間を通して王であった。 最初の年を起点として数えられている。個人として、バビロンを統治していたすべてのアッシリア王が、バビロンの王という称号を、自らの秘文で用いているが、アッシュルバニパルの秘文では、百6 4 8年以降に作られたものでさえ、この称号は使用されていない。最も重要なことは、バビロニアの資料がアッシュルバニパルとカンダラネオ二人の別の人物として取り扱っていることである。 同時代のバビロニア資料もアッシュル・バニッパルをバビロンの王として描写していない。アッシュル・バニッパルの地位は息子のアッシュル・エティル・イラニに継承された。また別の息子、シンシャル・イシクンには要塞都市ニップルが与えられ、カンダラヌが死亡した時にはバビロンにおけるカンダラヌの後継者となることが定められた。この決定はアッシュル・バニッパルの父エサル・ハドンの王位継承計画の 影響を受けたものと思われる。食事をするアッシュルバニパルと、王妃リッパリシャラとアッシュルバニパルの王妃の名は、リッパリシャラとである。彼女についてはあまりよくわかっていないが、アッシュルバニパルが王となった時にはすでに結婚していた。結婚の時期は、1673年頃、エサルハドンの妻、エッシャラハンマトが死亡した頃のことであったとも考えられる。 三人のアッシュル・バニッパルの子供の名前が分かっている。シンシャル・イシュ君の秘文では、彼は同等者たちの中から王権に選ばれたと述べている。これはアッシュル・バニッパルには、上記の三人の他にもさらに別の息子たちがいたことを示している。アッシュリアが1612年から1609年にかけて滅亡した後、アッシュル・バニッパルの血脈は、メソポタミアの権力の座に舞い戻った可能性もある。 シンバビロニア最後の王ナボニデスの母は、ハラーン出身であり、アッシリア人の祖先を持っていた。この女性、アッタゴッペは、彼女自身の碑文によれば、アッシュルバニパルの統治第20年に生まれたという。イギリスの学者ステファニー・ダリーは、ナボニデスが、アッシュルバニパルの系譜に連なるという彼女の碑文の主張に基づいて、ほぼ確実に、 アッタゴッペが、アッシュルバ・ニパルの娘であったと考えている。アメリカの聖書研究者マイケル・ビー・ディックはこれに反論し、ナボニデスは、かなりの期間をかけて古いアッシリアのシンボルを復活させ、アッシリアのサルゴン王朝と自分自身を関連づけようとしてはいるものの、ナボニデスがサルゴン王朝と関係があったという何らの証拠も存在しないと述べている。ギルガメ首女児史の一部を含む、 年度版文書、アッシュルバニパルの図書館で発見された。現在は大英博物館で展示されている。アッシュルバニパルの図書館は世界で初めて体系的に組織された図書館であった。この図書館はアッシュルバニパルの最もよく知られた業績であり、この王自身も自らの最も偉大な業績であると考えていた。この図書館は アッシュルバ・ニパルの命令によって整備され、各地の神殿の図書館から、あらゆる種類とジャンルの文書を収集し複写するために、帝国全土に書記が派遣された。集められた文書の大半は、出来事の前兆の観察文書、人物や、動物の詳細な行動記録、天体観測文書などであった。またこの図書館には、シュメール語とッカド語や、その他の言語の辞書、儀式、 偶は、祈祷、呪文のような多くの宗教的文書もあった。ギルガメシュジョジシ、エヌマ・エリッシュ、エラ、エタナ物語、アンズートリの物語のような、今日知られている、伝統的な、メソポタミアの物語の大半は、アッシュルバ・ニパルの図書館に収蔵されていたことによって、現代に残されたものである。この図書館は、アッシュルバ・ニパルの文学的関心のすべてを網羅し民話。 手引き書き、そして科学的文書も収蔵していた。アッシュル・バニッパルは3万枚以上に及ぶ膨大な年度版文書の蔵書を収集する理由を次のように述べている。世はアッシュル・バニッパル。世界の王。神々が英知を授け保たもうた学識の最も難解なる内容についての名診なる、見識を獲得したもの世は将来のためにニネベの図書館に、 これらの年度版文章を置いた。世の人生と我が魂の幸福のために、我が王室の名の基礎を保つために。ニネベは前6 1 2年に破壊され、アッシュルバニパルの図書館は、アッシュルバニパルの焼け落ちた宮殿の壁の下に埋まり、その後2000年の間、歴史から失われた。19世紀に、オースティン・ヘンリー・レイヤードとホルムズ・ドラス・サムによって発掘され、 ジョージ・スミスによってその蔵書が翻訳されたことで古代メソポタミアの文書が現代にもたらされた。この図書館の発見以前には聖書が最古の本であるという広く普及していた概念があった。この考えはアッシュルバニパルの図書館の発見によって決定的に反証された。アッシュルバニパルの獅子狩りに描かれたアッシュルバニパル。アッシュルバニパルの知性においてアッシリアは 世界史上最大の帝国であり、首都ニネベは約12万人の住民を持ち、おそらくは世界最大の都市であった。その地勢の間、アッシリア帝国は領土拡大を続けつつも経済的に繁栄した。アッシュルバニパルはしばしばアッシリア最後の偉大な王であるとみなされ、全王、エサルハドン、さらにその前の王、センナケリブと共に最も偉大なアッシリア王の一人であると、 認識されている。アッシュル・バニパルは時に狂信者という評価を与えられている。彼は帝国全土において主要な神殿の大部分を再建、修復し、その知性の間にとった行動の多くが彼が強い関心を持っていた前兆な報告を受けてのものであった。彼は二人の弟、アッシュル・ムキン・パレヤとアッシュル・エテル・シャメール・セティム・バディスをそれぞれアッシュル氏と、 ハラアン氏の新官に任命した。彼はまた、ニネベにある、自身の宮殿内に、その長い知性の間に起きた重要な出来事を描いた、多くの彫刻とレリーフを作らせたため、芸術の被護者とも見られる。これらの芸術作品で用いられた様式は、彼の前任者たちのもとで作成された芸術作品と異なり、女子的性格を備えている。アッシュルバニッパルに対する評価は、 単に肯定的なものだけとは限らない。1639年、アッシュルバニパルはその年の名前を、学士の長であった、ブルトゥーにちなんで命名した。これを、アッシュリア学者ジュリアン・イーリーズは、無責任かつ自分に甘い王の行動であると評した。アッシュリアは、アッシュルバニパルの支配の下でその力の頂点に、達したが、彼の死後急速に崩壊した。アッシュルバニパルが、 アッシリアの没落の責任の一部を負うかどうかについては議論の中にある。エンサイクロペディアイラニカにおけるこの王の記事を書いた JA ドロネーはその記事の中でアッシリア帝国はアッシュルバニパルの下で既に差し迫った混乱と凋落の明らかな兆しを示し始めていたと記している。一方でドナルド・ジョン・ワイズマンはエンサイクロペディアブリタニカのこの王の記事に これは彼の死後20年以内にアッシリア帝国が崩壊したことについて彼の支配を告発するものではない。その崩壊は内紛ではなく外部からの圧力によるものであるとしている。サンフランシスコのシビックセンターにあるフレッド・パー・ハード作のブロンズ星アッシュル・バニパル像。芸術作品におけるアッシュル・バニパルの描写は彼の知性から今日まで生き残っている。 アッシュルバニパルの宮殿から見つかった一式の宮廷彫刻であるアッシュルバニパルの獅子狩りはロンドンの大英博物館で見ることができる。これらの彫刻にはメソポタミアライオンを飼って殺すアッシュルバニパルが描かれている。アッシュリアの王はしばしば羊飼いとして自らの民を庇護する義務を負っていた。この庇護には外敵に対する防衛と 危険な野生動物から市民を守ることが含まれた。あらゆる野生動物の中で最も危険なものはライオンであり、その攻撃的な性質から混沌と無秩序の象徴とされた。自分たちが支配者としてふさわしいことを証明し、有能な被護者であることを示すため、アッシリアの王は死子狩りの儀式を行った。死子狩りはアッシリア王室にのみ許されたものであり、 アッシュリアの都市周辺家庭園で開催された公的行事であった。1942年、中島敦氏はアッシュルバニパルの時代を舞台とした文字化を発表した。アッシュルバニパルは現代の芸術作品の主題でもある。1958年、シュルレアリストの画家レオノーラ・キャリントンは、イスラエル博物館のキャンバスにアサーバーノポル・オブ・ルーティング・ハーピーズと題する油絵を、 描いた。これは人間のような顔を持つ鳩に似た生き物の頭に白いものを注ぐアッシュルバニパルを描いている。1988年にはフレッドパー・ハードがアッシュルバニパルと呼ばれる銅王の像を作り、これはサンフランシスコ市庁舎そばの通りに設置された。この像の値段は10万ドルで初めてのアッシュルバニパルの巨大な銅像と形容された。 フレッド・パー・ハードは現代アッシリア人の祖先を持っており、この像は1988年5月29日に現代アッシリア人からの贈り物としてサンフランシスコ市へ贈与された。現地在住のアッシリア人からは、この像は実際のアッシュル・バニッパルに似せられている以上にメソポタミアの伝説的な英雄であるギルガメシュの方に似ているという懸念を表明する人もいた。 パーハードはこの像はアッシュルバニパルをかたどったものだと弁明したが、いくらかの芸術的表現を用いたとも説明している。アッシュルバニパルは、また、様々なメディアで、大衆文化の中に、時折登場している。ロバート・ E ・ハワードは、ザガイア・オブ・アシャー・バーノ・ポールと題する短編小説を書いた。これは、ウィアード・テイルズ氏の1936年12月号で、 初めて出版されたもので、ギリシア人がサルダナパロスと呼び、セム系の人々がアッシュルバニパルと呼んだ遠い昔の王に属する呪われた宝石についての話である。J.My と B. ジャイアンツの2007年の歌、ザ・メシュパテーミアンズはギルガメシュ、サルゴン、ハンムラビと共にアッシュルバニパルに言及している。また、シミュレーションゲームのシビライゼーション位では、 アッシュリアの支配者としてアッシュルバニパルが採用されている。百6 4 8年の日付を持つ円藤系秘文ではアッシュルバニパルは以下のような称号を用いている。要はアッシュルバニパル、偉大なる王、強き王、世界の王、アッシュリアの王、四方世界の王。世界の王にしてアッシュリアの王、バビロンの副王、シュメールとアッカドの王であったエサルハドンの子孫。 世界の王にして、アッシリアの王であったセンナケギブの孫。同様の称号の数々は、アッシュル・バニパルの多くの年度版文書の一つでも、使用されている。よ、アッシュル・バニパル、偉大な王、強き王、世界の王、アッシリアの王、四方世界の王。世界の王にして、アッシリアの王。世界の王にして、アッシリアの王,の王,アアの王であったエサルハドンの息子。世界の王にして、 アッシュリアの王、王族の永遠の起源であるセンナケリブの孫。より長大な変化型が、アッシュルバニパルがバビロンに建てた碑文に登場している。アッシュルバニパル。強き王、世界の王、アッシュリアの王、四方世界の王、長の王、無比の君王。上の海から、下の海までを支配し、すべての支配者たちを足元にひざまずかせるもの。偉大なる王にして、強き王。 世界の王、アッシリアの王、バビロンの副王、シュメールとアッカドの王であったエサルハドンの子。強き王にして、世界の王、アッシリアの王であったセンナケリブの孫。それがあまりである。統治第一年から数える。ボールトゥとアシャグは、おそらくトゲのある低木の品種である。ウライは、現在のカールーン川である。イラン、フーゼスターン州を流れ、シャットゥルアラブ川に合流する。 ここで言う、アラブ人は、現代のアラブ人と厳密に対応する存在ではない。集団名としてのアラブは、早くも、全9世紀のシンアシシリアなどの碑文に登場する。ただし、そのアラブが、アラビア語を話す、言語集団を指しているとは限らず、アラビア半島に暮らす、遊牧民を指す概念であった可能性も否定できない。実際、セム語派の諸言語においてこの語は、砂漠。 遊牧民、渡り鳥などと関連しており、クルアーンでもアラブではなく複数形のアーラーブが遊牧民を指して用いられている。リッパリシャラトの名前はかつてはアッシュルシャラトと読まれていた。佐藤1991においてもアシュルイコールシャルラトとかな転写されている。ありがとうございます。